はい。そしてセカンドステージでは、最初初っ端ですね、スイック・スリー・イヤーズさんとのコラボがありまして、J-POP、K-POP、ジャズ、EDM、エレクトロニック・ダンス・ミュージックですね。まあ、それぞれの曲に合わせた衣装を着用した皆様、モデルさんが登場され、大変大きな盛り上がりを見させていただきました。はい。こちら、ワセコリャさんの公式ツイッターになりますが、2部の最初のステージ、シックスリーヤーズさんとのコラボということで、トップバッターはミラノさん、あと渡辺由衣さんの、エイトニックダンスミュージックに合わせてかっこよく、決めていただいたという内容が掲載されております。大変な盛り上がりを見させていただき、本当に楽しかったです。ありがとうございました。左が本庄ミラノさん、右が渡辺由衣さんになります。かっこよく決めていただきました、本庄ミラノさんです。同じく渡辺由衣さんです。同じく2部の最初のステージ、シックスリヤーズさんとのコラボで、ジャズステージで登場されましたのは、葉山亮さんと中野亜美香さんのお二人になります。こちらも公式ツイッターからになりますが、本当に笑顔がとってもキュートなお二人でいらっしゃいました。葉山亮さんです。中野亜美香さんです。そして同じくシックスリヤーズさんとのコラボでノリノリの K-POP で登場されましたのは宇佐美きらりさんと高田真子さんになりますが、二人ともセクシーでしたという、記載が掲載されておりますように、こちらもまた大変大きな盛り上がりを見させていただきまして、本当にありがとうございました。左が宇佐美きらりさん。右が高田真子さんです。
なりまして、まさしく1年間の集大成というべきステージになるのではなかろうかと思い、今から非常に楽しみにさせていただいております。こちらも公式ツイッターに掲載されております案内になります。